シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。今日からゲーは超究極風ロンギヌスやっていくってやつで、はい、というわけで今回貫通タイプ適正でジュズマル完璧接待だったわ。なのになんで反射タイプ入れてんのと。そう、このポルトスとルナがマジでやばい。特にポルトスが魔人キラー EL がボスにぶっ刺さってギミック無視でダメージも入るしゲージもぶっ飛ばしてくれるというわけで使っていきますか。はい、まずこのプニとホミキュー相互蘇生で、まずプニを貫通タイプで倒して、パープボール3フレしてホミキューの弱点を突く。でこれレザバリ組とレザバリがない組で、ペアになってるから OK。 で反射タイプでいった場合プニどうすんのと思うかもしれないけど、友情コンボで倒せる。で同じように、まあ、3フレして弱点をついて倒す。で友情コンボでちょっと倒せてないけど全然 OK。 というのがルナって今回ギミック対応してないから、まあ、なるべくルナでね次のターンを迎えたいと。次のエリアを、はいはいはい、こんな感じこんな感じ、これ倒したでしょ。爆弾もすごい優秀でポルトスボスにダメージを入れれるしプリン処理でもいい。で、ウォール3フレして赤に入って反射インをまず殴って倒す。あれ、あ、上当たってなかった。あ、ごめんごめんごめん。それで反射インはその上下の、聖騎士とペアになっていて、これもレザバリ組とレザバリない組3匹ずつで、いやーなんかむずいなこれ。でもいけるか。こういって入って青に入って殴る。で聖騎士はなんかもう一瞬解けるから大丈夫。はい、これで3匹のペア倒したから上復活してこうなります。いやーこれはちょっと、あー、そうか、縦勘でいけばいけるよなこれ。はい、触れた、上倒した、どうしたどうした、いけいけいけ、おいマジかよ。あ、で右上の2っていう数字即死ね。次いけるけどこれミスったらマジで無理なわけよルナだから。これはいける、さすがに。あー、オッケーオッケーオッケー。いやー俺さっき実を言うとラスゲまで行ってラスゲの途中で撮影できてないことに気づいて帰ってきたのよ。だから結構こんな感じね、知ってんだけど。ここはルナでダメージをね、友情コンボとかでなるべくプニを削っておく。でこのプニがクセモンで倒せなかった場合 SS チェーンやってくるからマジ気をつけて。ここがなんか多分まあ鬼門でもないけど若干むずいとこかもしれん、この攻略ので。全然これ爆弾で余裕で倒せるからこれマジやばいでしょ。あ、でルナスタートにしたいんだけど、これポルトス強すぎてボス倒すよ。しかも剣もあるっしょ、見といて、これ倒すわ。うん、これマジ強くて本当にいいかな。あ、ほら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 でも強すぎんのよこの人。しゃ、だからちょっとルナのバフが与えづらくなったなとか。ま、待ってごめん、さっき俺 2P じゃ横勘とかしかよかったんじゃないかこれ。 3P 突破すればよかったマジ。まあワープとかも出てくるしな、まあ、と考えた場合ポルトス3とかでもいいんかな。うん、まああとはどこにワープ出るんか幻想感のちょっと覚えてなかったな。おおおおおお、これいけるよな、2体は確定。その後ワープがどうなるか、左のワープ出たらもうおしまいだなこれ。どうするかな。ちょっと強めに角度作って左のワープさえ出なかった場合立て直せるにするか。行ってこーい。で下からでドダンガガガガドドドドオッケー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 。もうこっからよ。ちょっとマジで俺の調整ミスでねこんな感じだったけども。でこれ2フレすると倒せる、サンシャイン。なんと2フレで生きるようになる。これがマジで優秀すぎる。もう2フレでいいんなら相当楽よ。ここ、このほらボス1のザコ処理って
なんか貫通タイプ行った時すげえ難しいんだけど、これができてしまうからマジやばいでしょ。ほらほらほら、爆弾も強すぎる。で、SS 撃っていきますか。まあ、本当に弱点に当たった場合は、次で終わってしまうぐらいの攻撃力になるよな。まあ、ラスゲまでやりたいけども。まあ、適当に撃っていくぜ。行ってこーい。ほらほらほら、これこれ、ちょっと待って。こんなに出んのよ。まあ、一発目弱点じゃないけど、二発目弱点で、まあ、ドーンってね、行きましたと。まあ、パワーアップボール3フレで、最初ドーンと。で、次のステージでほんと弱点に行った場合、まあ、ラスゲーなくなるよな。じゃあ、ポルトス2番目のやつ撃つか、ここで SS。じゃあ、これは、もう適当に撃っておこう。オッケー。あ、ちょっと削る。おい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 、ちょい。いきなりダメダメ。え、ジュズマルは、原則かべ、これ。スワビか。じゃあ、縦缶でここ置いとこう。待って、トンネル忘れてたわ。ダメ。で、そうだな、これどうしよう。まあ、弱点ちょっと当たってほしくないんだよな。もうこれ飛ぶことも確定してるから、ちょっとラスゲの攻略をやりたいから。行ってこーい。はい、オッケー。まあ、こんな感じだわ。気まず。だから守護獣全然使ってねえわ。今気づいた。マジで。さあ、で、ここだよな。ここのまず雑魚処理がちょっと鬱陶しい。このパーティーだったら意外と難しいんだよな。まあ、こいつが、短縮もらいてえな。一段階目打てるようにしたいから。で、ルナは、そうか。これ誘発して一発出ねえから、チャージ。なーって、届かねえ、3P。まあ、ダメか、これ。おーい、4P いい場所。これでジュズマルの SS して次、雑魚処理全部終わらせる。で、チャージもやって、っていうね、完璧じゃないこれ。じゃ、上のハートのとこ狙って、ホミッキー倒していく。行ってこーい。はい、オッケー、完璧。で、次、右上。はい、おい、なんでこのパワーなんでバカにしてんのか。おい、場所最高これ。これいける。はっ、ちょ、待てよ。叫んなマジで、おい、なんなの。あれはもうザバカにしてんだ。これ終わり。これで多分削り切れると思う。いや、角度ねえわ。これでいいでしょ。ああ、でも、オッケー。一段階目でこれ、やばいでしょ。で、あとは、これも、ないな。場所ないな。まあ、誰か当たればいいっていう感じで、行きますか。行ってこーい。オッケー。まあ、爆弾、やっぱ距離ないと思う。まあ、あんな感じか。でも、あれでもありがたいな。状況によっては。はい。オッケー。という感じだったな。まあ、一つの攻略法として参考になれば嬉しいぜ。オッケー。というわけで次の回で会おうぜ。あばよ。早かったな。最後の、早かったな。はい。というわけで次の回で会おうでしょう。あばよ。いいからそこに並べ。俺が焼きをしてやるからよ。夜勤がかわいい。契約完了。
勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。また次の会で待ってるぜ。泣き言って仕方ねえ。